魔物が出ると噂のジェルアンシェルの森にて行方不明者続出。やはりあの森には何かが潜んでいる。か。ジャパニーズ製納豆入りの、で、をこすった男性、その気持ち良さは名器と言われる。とほぼ同じだという、ですか。ほんとかなぁ。確かにデイブやメルドのように改造された結果として異生物になった例はある。がしかしこの森かなり前から変な噂が立ってたような。そう考えるとまだ異星人襲来前から謎の行方不明者が出てたことになるわけだ。もしこれが本当ならば筒に納豆を入れとけば私のより気持ち良くなるということです。そんなの許せません。よし、決めた。これ私たちが確認しに行ってやる。行くぞ。行かせるぞ。ループ、明日これ一緒に行こうぜ。へぇ、サナエさん同性同士で同時行きがお好みでしたか。まあその方が安心するからな。一人はいろいろと説明のよ。まあ確かに成人してからの一人行為は切ないものがありますよね。ところでお前、なんで色本読んでんだよ。今更すぎませんか？さっきからそういう話してるじゃないですか。は？してねえから。ぶん殴ったのキアを蹴り上げた上で頭かき割るぞごら。おお怖いでちゅねえ危ないでちゅねえ。とりあえず明日これマサラさんに話していかせてもらおう。せっかくリキッドに入ったんだ。その立場を思う存分利用させてもらわなきゃな。もうやだ。もう僕お家帰る。もうやだー。今時 JK 怖すぎるんだよ。なんだよタピオカ食ってそこら辺で寝てろよマジで。おいクソ上司、何があった？チルノ君だけに別世界行きを命じるのはなんだか申し訳なくてね。僕もとある世界に行ったんだ。そしたらそこで別の君たちに出会ったんだよ。どうだった？他の世界の私たちもさぞかし可愛かっただろ。いやもう動くタイプの地獄だよ君たち。存在が地獄だよ。おん、やんのかごら。まずサナエ君、君はメガネ女子だった。メガネ女子だからきっとおとなしい性格かと思って近づいたんだ。そしたらお前もここのやつか、と言われ胸ぐら掴まれたんだぞ。さすが私だな。生かしてる。何が生かしてるだ。バットでボコられかけたんだぞ。そしてループ君、君も君でなんだあれは。ニコニコ顔で唾吐きかけられたぞ僕。その上で唾1回で5万円ですのでって言われて財布取られたんだぞ。へえ超かわいそう。やっぱ他人事感半端ないな君。まあいい。それよりもここに何をしに来た。これ興味あるんだけどさ、調査に生かしてくれねえかな。ふむ、やはり興味を持ったか。カマワンが気をつけろ。あの森は本当にヤバいと噂だ。前回前々回の事件のように有効的ない生物ではないものが潜んでるかもしれん。大丈夫ですよ、サナエさん強いですし、私もサナエさんを盾にして生き残りますし。うん、ループちゃんさらっと相棒を盾にするのやめようか。まあ任しといてくれ、何かしらの成果得て戻ってくっからよ。その成果とやらを楽しみに待っているよ。なあループ、なんでしょう、こうしてお前と一緒に調査できてる今が、なんだか楽しいんだ。サナエさん、完全に道に迷いましたよねこれ。なんかいい感じのこと語り始めてましたけど、サナエさんこれ完全に道に迷い、サナエさん、聞いてますかサナエさん。な、どういう感情なんですか今、走馬灯でも巡ってるんですか。ループ、驚かないで聞いてほしい。私たち、迷ったみたいだ。わかっとるわ。いやもう2時間以上ぐるぐるしだしたあたりで気づいてましたから、そんなの。どないしたらええんや。わしらはどないしたらええんや。とりあえず落ち着いてくださいクソゴリラさん。誰がクソゴリラじゃ。今日はもうここから出ることを諦めましょう。さっきサナエさんがそこら辺でお花摘んでる間にマサラさんに電話をかけようとしたんですが、ここ電波通ってないんですよ。なので寝床や食べ物の確保を行いましょう。火を起こすための石を集めたり、木や木の実を集めたりして、もしくは穴蔵を探すのもありですね。虫などが気になりますがやむを得ません。お前なんでそんなしっかりしてんだよお嬢様だろ。お嬢様は、お嬢様はしっかりしてちゃいけないと誰が決めたんですか。いいですかサナエさん、立場なんてもので人は測れませんよ。ごめん、てっきりいつもバカみてえに柔らかいベッドの上でアホみたいにキャビアばっか食ってんのかなって思ってたから。偏見がすごい。腹減ったなループ。そうですね、こういう時にスカトロ趣味があれば便利なんですけどね。さらっとエグいこと言うのやめろ。昔ソドムの駅という映画がありました。まさにそういう内容を含んだものでしたが、一部の層では芸術作品だとまで言われたそうです。つまり過激なものは一周超えて美しいものに変わる可能性があり、それは言った者勝ち言われた者勝ちなわけです。なるほどな。じゃあ芸術は爆発だって言われ、あながち間違っちゃいねえわけか。なんかあかん声したぞ今。ループ、外に見に行こうぜ。嫌です、ループ、外に見に行かないか。嫌です、ループ、外に見に行くっけないっしょ。嫌です、ループ、嫌です、進まねえんだよ。いいのかこのまま動画終わっても。それは困りますね。行きましょう。そう来なくっちゃ。こんちゃーす。